今までの努力が認められ、ようやく可能性を感じることでしょう。めっちゃいいこと。嬉しい。1位だ。1位だ。1位だ。いくよ。9位だ。どうぞ。OK。ラッキー。ロスちょっと笑ったんだ。どうも。トラビスマンです。全グループオーダースペシャル企画総勢64名一番乗ってるやつは誰だ2021年下半期ランキング。まあ今回はですね、関西ジュニアがチャンネルに参戦して初めての横断企画となっています。火曜日はなにわ男子、そして昨日の少年忍者、そして第3夜は僕たちトラビスジャパンです。参加している8グループ64名の2021年下半期の運勢を占ってもらい、その運勢をランキング化してもらいました。我々トラビスジャパンも1人ずつランキングを発表していきます。そして今回占っていただいたのはこちら、イブルールのはるか先生です。存在しております。西洋先生術、タロットをはじめ人生の24の節目で区切るフォーチューンサイクルなどを研究、各種メディアで活躍する占い師です。占いをまあ好きというか行ったりする人はいますか？占い師好きだね。まあ見たりする、ね、それこそ俺はなんかエンジェルナンバーってあるよ。はい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 、占いの一種なんか、それ玄太に教えてもらって、うん、天使からのメッセージみたいな、へぇ、教えてもらって実際に行きましたよとか。あ、俺行きましたことある。4月にあのオーディションやった方がいいですよって言って作るパフォーマンス送ったら分かった。すげえな。あ、俺はね、すごく引きずられちゃうタイプだから、うん、でも結構これ見て、あの俺が下半期になったらめっちゃへこんでるかもしれない。まずは今日までに発表されている順位を見ていきましょう。まだね、最下位は出てませんが、59位から。え、待って、ダイブがさ、エレメントダイヤモンドなのなんかよくね。2位は匠くん。匠すごいな。で、3位長尾くん。長尾くん、なんかいい感じで来てるね。ここで6人トラビスジャパンがここにポン入れば、ここのトップ10にも6人入って、うん、最下位に1人入る。あ、それおいしい、もう山場作っちゃおう。ああ、いいね。とか言ってもう全員60位ぐらいにはまったね。中途半端だ。今回川島ノエルのことを占っていただきました。こちらです。海、同じ水系の雨と相性が良く、ゆとりでサーフィンする組み合わせ、お互いマイペースな木とは、うん、分かる分かると言いながら全く伝わっていないことも、自由な感性が大切、自分の可能性を信じることでどんな波も乗り越えることができそうと。あ、でもなんか、あってそうじゃないの？確かに。そうだね。ノエルってさ、こうなんかどんなにさ辛い壁でもちゃんと自分を信じてさ、こう乗り越えるっていうのは確かに。確かに確かに。でもなんか、ね、俺木になりそう。そう、俺わかる。俺も締めが木だなって思った。これ。なんかこれ見て。じゃあちょっと怖いですけど、順位。気になる。そうですね。お願いします。川島ノエルの順位はこちら。え、これ俺もだけど、ファンの人もめっちゃビビってると思うよ。1位じゃん。俺の中では1位。後半だから1位。だって一番好きな数字。にゃんにゃんいいですよ。にゃんにゃん。にゃんにゃんウェイですよ。にゃんにゃんウェイ。ちょっと琉球中国は理由そうだよね。なんか多忙の運勢。物事がどんどん発展していきそう。時間管理が大事。うっかり寝坊してしまいやすいので、大事な日はアラームを増やして。トイレを我慢しすぎてしまうとお漏らししてしまいそう。限界を超えるまでトイレを我慢したりしないで。かわいい。なるほど。でもどんどん発展していきそうっていい方だね。ね、確かに。やっぱさ、こう多忙っていうのが一番のプレゼントじゃないですか、ね。幸せなことやね。ノエルが寝坊ってあんまり。下半期は寝坊しやすいようになっちゃう。なんかあるのかな。なんか忙しくて。これ相性とかもあるのかな。そうだね、海とから雨の人と相性が良くて、木の人とは合わないかも。合わないというかマイペース同士になっちゃう。面白いね。いやいいね。よかったね。よかった。
じゃあ続いてゲンタラ見ていきますか。はい、ゲンタラも自分で読んでいったら、ノエルみたいに自分で読むの。じゃあ読ませていきます。続いては僕の、占ってもらった結果がこちらです。ダイヤ、ダイヤ、エレメントに関するコメント、ヤスリとなって感性を磨いてくれる鉄との相性はグッド、海といるときはワイワイ盛り上がる反面、結局何がしたかったんだろうと目的を見失ってしまう可能性もある。ゲンタっぽいな、ね、人の真似をせずオリジナリティを大切にすることで光り輝く唯一無二の存在になれそう。嬉しい。海と言うとワイワイ、違う違う、ノエルみたいな、エレメントですね。わかるでしょ。まだ自分の番じゃないからってさ。じゃあ順位の方気になっちゃうけど。お、順位何位だろうね。いやこれ怖いな、俺ちょっと上位だってほしいんだけど。いやだって、いやそうやな、下半期忙しくなってくでしょ。そうだよ、なりたいよ。じゃあ僕の順位の方お願いします。あー62ワースト3です。ワースト3。待って待って待って、これもういいや、理由難しいね、理由聞いた。理由お願いします。運勢に関するコメント、気持ちが追いついていかない運勢、集中力とモチベーションがダウン、先が見えない、このままでいいのかなって考えてしまいやすいでしょう。やばいじゃん。でも過酷な環境に身を置いてこそ、鍛えられスターになることができる。どんなことがあっても見えないメンタル力を、いいですね。足元が滑ってしまったり話が滑ってしまう。上半期滑りやすいんだ。なるほどね。食レポの時気をつけたよ。だって滑るし汚いしってことでしょ。最悪だ、最悪だ、気をつけないと。二重苦だ。そうだね、なんかさ、どんなことがあってもめげないメンタル力をったんじゃん、うん、俺意外と最近めちゃくちゃメンタル自分って弱いんだなっていうのを、繊細さがね、なんかそう実感してきちゃってて、で今すごい自分で読んでてめちゃくちゃ今メンタルえぐられてる。今だよ、今こそ鍛えられる。ちょうど図星だからだよ。今はでもね、面白いわ。いいね、うん、いやいいじゃん。続いて松倉さん。はい、松倉ガイドの占い結果はこちらです。あ、来た。お、え、待って、え、 YMMK。やっぱり松松かよ。やっぱり松松かよ。どうぞどうぞ。はい、エレメントは鉄、流行りに敏感な花からは、面白い情報が得られそう、盛り上げ上手な雨が近くにいると頼りになる反面、近づきすぎると振り回される予感。雨なんだ。ファッションや演技などさまざまなセンスを輝くことでカリスマ性を発揮。おお、すごい、好きなことじゃん。あれだよね、ゲンタとっていうこと。そうそうそう、ダイヤの鉄はめっちゃ相性いい。そう、磨かれるからダイヤが。なるほど、ダイヤからすると鉄は相性がいい。でもなんかエレメントはちょっと分かりました。確かに、ちょっとあの順位やめとく、見るの。ちょっと一回やめますか。なんで俺が言ったけど緊張してんだよ。じゃあ順位お願いします。読み上げてください。41。まあまあまあ、内容今までの努力が認められようやく可能性を感じることでしょう。めっちゃいい、いいこと。ストイックな、性格の持ち主なので、プロ意識を持って、目標や夢を、明確に頑張ることで夢が叶うはず、うん、一生懸命になってると余裕がなくなってしまい単純ミスが増えるので気をつけて。あ、落とし物とかか。大事な約束や予約を忘れてしまう。持っているものをまた買ってしまう。持っているものをプレゼントされる。あ、なるほどね。大事な約束や予約をね、忘れちゃう。よくない。でもこれと全く同じエピソードがあった。マツクと。え？マツクにじゃあこの日遊ぼうよって言ってて、うん、あ、全然いいよ、遊ぼうぜってなって、当日になったら約束があったみたいな。あ、忘れてて。あ、ダブルブッキングしちゃったって。あ、ありましたっけ。あ、ないかもしんない。持ってねえ、持ってない、ないかもしんない。むしろこいつだから。カイトとディズニーランド行ったことも嘘だってなってんのよ今。いや、嘘じゃないって。最近だったってなってるから。すごい盛り癖あり。ちょ、ないって。締めの方がある。締めは俺ありますもんね。これ言っていいのか。言っても言っても、マグロ大会になってる。仕事が終わって早めに終わったんですよ。ちょっと買い物しようよって話になって、締めが美容室入れてるみたいな。じゃあちょっと俺はまあウィンドウショッピングして待ってるねみたいな。分かった、すぐ行くわみたいな。俺もこう楽しんでたんだけど、ふと時間見たら結構1時間半とか2時間経過する手前まで来てて、あれ長いなみたいな。
で、使命に電話かけたら、もしもし、どこいんのみたいな。ごめん、カフェで本読んでた。やばいっしょ、みたいな。じゃあまあ、お互い気をつけましょうということだね。そうそうだね、うん、ごめんね、あの時は。締めの約束忘れる話になっちゃった。なるほど、はい、続いて見ていきますか。そうだね、じゃあそんな締めちゃんの、結果を見ていきたいと思います。エレメントは花、うん、ダイヤモンドとは目立つ者同士、バッチリの相性、自由奔放な太陽に振り回されるとぐったり疲れてドライフラワーになってしまう可能性、ファッション、美容にも縁があり、周囲からチヤホヤされることで大輪の花を咲かせる。おお、わかる。確かに。ダイヤモンドもそうだしさ、鉄道もあったよね。そうだね、鉄道の中にも花っていうことが出てきてさっきね。自由奔放な、なんか太陽と関わるとカラカラになっちゃう。ああ、ね、なんか逆にメンバーでいる、こう振り回されて疲れる人みたいな。振り回されそうなカイトだね。ああ、じゃあカイトが太陽だったらそれもなんかマッチするかもしれない、ね、ちょっとここでね、フラグをね、立てときました。じゃあ続いては、順位の方をどうぞ。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、マスト2です。グービーじゃん。ドライフラワーになりそうだもん。ということで、なるほど、なるほど。やばっ。まるで一輪のバラのように美しいオーラを持つ星を持っています。運気はいいのですが、目立つがゆえにターゲットにされてしまう星を持っているので要注意です。おお、ゴシップに注意。おお、ターゲットになりやすいので気をつけて。気をつけよう。メールの誤爆、違う相手に送った恥ずかしい目に。メールの誤爆はありますか、実際。誤爆はでも違う人になんか送っちゃうっていうのはよくあるかもしれない。よくあるんだ。気をつけてください。気をつけて。恥ずかしい目になっちゃうかもしれない。怖いね。だから注意して、要注意ってことだよね。まあ順位で見ちゃうとあれだけど、人間なんて何人いると思ってる。そう日本人口何人ですか。日本人口1億3000万人ぐらいいますよ。で、それでまあ占った中の下の方でしたけど、まあ確かにね。そう、ポジティブに。まあ気をつけていきましょうね。続いて僕の占い結果こちらです。ブラザーエレメントは雨、山の人が近くにいることで落とし穴があっても手を差し伸べてくれそう。おお、助けてくれ。同じ雨は感覚は似ていて楽しいけれど、遊びばっかり盛り上がってしまうことも。コミュニケーション上手の愛されキャラ、はいはい、ワンパターンにならずに友達や趣味をどんどん増やすことでチャンスも拡大。下のやつめっちゃ合ってんじゃん。もう大体ワンパターンだもんね。そうだね。でもめちゃめちゃいいんじゃん。まあ、このコメント的には上位じゃない。1位じゃない。お、いきますか。1位じゃない。じゃあ来たよ。1位ですか。1位だ。これ1位だ。いくよ。9位はどうぞ。発表してください。44位。綺麗だろ。いやいや、綺麗綺麗。ほんの5秒ぐらいでね、1位じゃないって言ってからこう幅を作っといて、ちゃんとね、綺麗に落とせる。さすが阿部。さすがです。でもね、これ順位じゃないから。おじゃあコメントお願いします。まだまだ持っている魅力を出すことができていないが、尊敬する先輩や憧れの先輩と過ごしたり、真似をすることでキャラが確立することができるでしょう。今年は後半から運気が上がっていき、納得できる仕事ができたり評価が得られるはず。金運が下がっているのでお財布の取り扱い注意。急いでトイレに入ろうとしたら全部満室だったってこと。おい、室内漏らしてるぞ。なんかやばくない。なんか漏らしそうだったり漏らしてたり。多分22の倍数はダメなんだろうね。ダメなんだから、トイレに関する周りだな。量が多いね。やっぱもっと先輩と過ごす時間を増やした方が次に、ね、うん、あの運気が増すってことだね。後輩が多いもんね、静岡は。確かにね。ちょっと先輩は迷惑かけちゃう。生意気そうで、生意気言ったからさ。まあね、そうだね。お話は誘われちゃう。じゃあ続いて、はい、僕宮近海斗のまずエレメントからですね、はい、見ていきましょう。よろしくお願いします。おい、なんでちょっと笑ったんだよ。クボレンと一緒のキャンドルですね。面倒見のいい鉄が身を溶かしながらもあなたを誘って。おー、熱くな。そうなんだ。
面倒見いいとかしながら面倒見いいって気になっちゃう。面倒見いいのか確かに自分でも大地とは一緒にいることで心穏やかにいられる反面ペースの違いに困惑する場面、人から勧められたことよりも自分が心から好きなものに熱中することで存在感が高まるキャラクター。確かに合ってるわ。確かに人に勧められたものより自分から確かにこう始めることの方が、映画とかめっちゃ、映画とかもね勧めるけど勧めたの見ないよ。そうそういうとこ全然好きな。そう思うと通ずるわ。なんかこの文章読むとさ、大地ってカイトっぽいよね。なんかああ、大地と太陽フラグ出てる。大地か太陽なんなんだろう、気になるね。森とかじゃあ先見る。そっちだ。いやじゃあ、あの宮地がカイトの順位を発表します。お願い。1位。ちょっと割れくれ。いいな。いや、トップいってる。トップ22より頼むぞ。1位お願いします。おお。でも21位。今実質1位。まあそうだね。まあ OK。ラッキー。じゃあ、あの言葉をください。勢いが出るとき、トーク番組でも受けたり、いい演技やパフォーマンスができて高い評価が得られるでしょう。どんどん注目が集まるからこそ、日頃の生活も目立ちすぎてしまうから言動に気をつけてくださいキャンプやバーベキュー、自宅、火元に注意。うっかり言ってはいけないことを口走ってしまいそう。まだ非公開の内容や噂話、秘密の話など調子に乗ってポロッと言ってしまわないように。なるほどね。よく口滑るしね。そこは鉄がね、鉄がうまく面倒見てもらった。そっかそっか、そういうことしていただくことにしよう。ね、なんかちょっと緊張してる。気になる。ずっとワクワクしてる。ワクワクしてるし、ずっと楽しみだから。いい結果だったし、まあ、ね。なんかエレメントか。はい、エレメント。僕の中村海人のエレメント。第一か太陽。どっちですかね。お願いします。おお、かぶった。キャンドルなんだ。雨とはお互いに違う個性を持っていてタッグを組むことで大ヒットの予感。おお、アイドル気質の花にカチンとするとちょっとだけ燃やしてやりたい。合ってるわ。合ってるね。合ってるわ。遊び心を忘れないことが大事。ルールに収まるよりも自分らしさを大切にすることで才能を発揮。へえ。アイドル気質の花にカチンは、うん、ちょっと燃やしてやりたい。ちょっと見る風景では光景ではある。でも違ったね、みんなの予想とね。大地の太陽いい方だと。まあまあ順位ですね、中村さんは。これ64だったらもうカイトこっから失点しなくなるよ、きっと YouTube。みんなで祈ろう。中村海人、順位の方お願いします。おお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 マイペースに目の前のことを丁寧に一生懸命頑張れば評価と結果につながりやすいとき、ただあれこれ考えすぎてしまったり人と比べてしまったり活躍してる人を気にしてしまうとあなたらしさを失います。大事なものをなくしてしまいそう。お財布やアクセサリー、靴など高価なもの、大事なものは大切に管理を。でさ、管理を 大切に管理じゃん。うん、ちょっと前にカイトの家行ったことあるのよ、キッチンのガスコンロの隙間にアクセサリー挟まってて危ないよ。大事にしろよ。まあ、だからこれを知れたからこそ、その下半期ね、気をつければいいことだ。こうなれることが占いの素晴らしさ。まあそうそう、まあ、知れることがね、一番いいことだからね。さあ、ということで全員のね、順位が出揃ったところでですね、はい、こっからがある種の今日の本番の企画でございます。今から YouTube でやりたいことを3つ、そしてやりたくないことを3つ相談して書いてください。トラビスジャパンの中で一番運気のいい宮近海人さんにくじを引いていただきます。引いたネタを必ず実行するそうです。みんなで決めるってことだよね。そうだね。なるほどね。いいですか。ミュージックビデオ作りたい人。おー、いいな、そんなの。だってやりたいことだから何でもいいでしょ。大きく言っちゃっていいの。いい、それはやりたい。じゃあこれやりたくないことで、ミュージックビデオを作りずるいな、ずるいな、それいいね。なんかね、レジャーランドとかを貸し切りにしたいよね。おー、例えば
ジノ鬼ごっこでもいいし。うわー、いいな。いいね。あ、それめっちゃいいね、うん、じゃあ俺やりたくないことある。はい。あ、いいね、出してこれ。カエルと散歩手に乗っけながらカエルと散歩企画、こうやって。カエルとどこは散歩するの、ちなみに。川沿い。川沿い。カエルと川沿い散歩。川沿い。あ、でもそれ面白そうだね。わかった。それもうこのビル大掃除。おー、やだやだ。絶対にやだ。それは嫌だ。それを行ったことで良くはなる。確かにね。まあ、そうだけど、まあ、何か残せるもんね。日頃の感謝もあるしね、うん、マジで汚れていい格好とかしてこないそうだね。それでは一番運勢の良かったチャカちゃんに引いてもらいましょうかね。頼むぜチャカ。これはマジ大事。じゃあ皆さん準備はよろしいですか。はい。それでは先生お願いします。今手入れました。お、頼む頼む。お、マジか。うわー、まだ引いてませんいやー、目閉じてんだからさ。じゃあいきます。頼むよ。いきます。いきなよ、来たよみんな。21頼むよ。この髪切れに俺らの人生がかかってます。そんなでかいか。まあそうだね。行こう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 。これだ。はい、沖縄沖縄。じゃあもう読み上げてください。はいはい、発表します。お願いします。僕らが今後必ずやる企画は、はい、カエルと散歩。いや、これが21の結果よ。ちょうど21。それではチャカちゃん、今日の総評をお願いします。カエルと散歩交互期待。以上、トラディショマンでした。試しに今最下位だった紙面どう出るのか。よし、行ってみよう。やった。 MV 作る人あるの。もうこれはもうみんな自信。